あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、明日さ、明日何の日でしょう。それはロッキンに行く日でーす。イエーイ。え、あーちゃん、ふざけないで、そんなに。何ふざけてんの。え、あーちゃん、明日はロッキンに行く日です。はい、わかりました。え、あーちゃん、明日はロッキンに行く日です。はい、ありがとうございます。どういうこと。あーちゃん、どうしたの。何、なんで音声アプリで喋ってるの。効果音ふざけてる。あーちゃん、いいえ、喋れない。あちゃん、なんと、なんと、風で、風で、声が、ああ、全く出ません。全く出ま、ブー、全く出ない。はい。それで音声アプリで喋ってる。そうです。なんか面白いからね。ああ。あ、ちょっと開けてくれる？ありがとうございます。それ定型文やめて、その定型文。はい、わかり、え、今日ねダイバーシティに行ったんだけど、うん、ごめん、俺美容院行ってたんだけど、ファンに声かけられて、うん、これで話した。おい、何事かと思うわ。しかも炎上白書のイベント来てくれてた人で、ああ結構、うん、ありがたいですね。ピタトレアだって、うん、いや、ここで会うんかいってなった。そっか、結構その時は話した人か。その人はちょっと本をイベントの日にね、うん、ちょ、ごめんね、部屋がめっちゃ泣いてたんだ。ああ、そんな感動してくれて、で、またダイバーシティであーちゃん見つけて、わーってまた話したいってなったんだね。少し喋ってみようか。あー、肉声を聞けるわけですか。いいんですか。はい、じゃあお願いします。じゃあ挨拶お願いします。皆さんどうもこんにちは、あやなです。もうユッキーナになってんだよ。ユッキーナ。感情表現がうざい。ユッキーナに失礼。でも俺も喉やった時に自動読み上げ機能でメモで喋ってたけど、そのアプリいいね。感情表現もできて。めっちゃいいの。めっちゃいいね。いいね。あ、まあでも喉やった時は本当に一言も喋れないの大事ですからね。俺喉科に行った時に、本当に喋らないでください一言もって言われて、でそれの時あったから、うん、気持ちはわかるんだよ俺。私ってさ、うん、喋らない方がよくね。いや、あーちゃんは喋るのが好きだよ。喋ってるのが好きだけど、それはそれで、うん、それはそれで面白い。喋らなかったら美人ってやつ？もしかして喋らなかったら可愛いってやつ？美人ではないけど、まあでも喋らない方がなんか可愛いっていうか、うん、距離って感じ。トゲがなくなる。うん、そうそうそう、そうだね。しばらく喉治ってもそれで話した。マスコットみたい。ああ、そう、もう自分で言うな、そんな。可愛い。自分で言うな。いい感じ。うん、いい感じ。いい感じではある。かわいい。怒ってても。ね、怒っててもね、それで解決されるし、ね、ちょっと怒ってみてよ、じゃあ、なんか。帰ってくんのおせれよ。ごめんなさい。え、ちょっと見て、どんな感じだ。本当に、ブリーチとか、早く風呂入れろよ。4時間ちょいかかるのよ。わかりました。
ねえ、これみたいだね。明日さ、うん、ロッピンさ、うん、行けるのかな。え、なんで。え、確かにさ、ロッキンジャパンでさ声が出ないって結構、え、ってや、そうそうそう、ウェーイってやるのよロッキンジャパンって。普通多分今どうなんだろう、コロナでどうなってるか分かんないけど、ちょっと後で調べるけど、まあチケットは入手したから行けるはいけるよ。まあけど体は動くし元気だから。うん。そうか、まあ風邪って言っても。普通の風邪ってよりは。風邪って言ってもそんな熱とかは出てない感じなんだ。だるいとかじゃなくて、本当に喉だけがバグっちゃったか。本当に喉だけ。うん。でもそんななる？あーちゃんって結構やるよね喉。なんか。よくなんかハスキーボイスになって橋本環奈の真似したりしてる。1年に1回なるよね。1回なるね、確かに。喉弱いのかな、あーちゃん。歌うまいのに。悲しくなってきた。あー、悲しくなってきた。うん、やめて。それやめて。その、その交換音やめてくんない？何してんの、ボンス。何？何してんの？勉強？違う。お絵かき。偉いね。はい。あ、お前、おならが邪魔。あーちゃん、なんか最近本読んでるよね。はい。なんで読んでるの？心理学を学んでます。おー、心理学ね、確かになんか。ちょっと哲学っていうか、まあ哲学っていうか学問系か。ユーキャンで資格を取ろうと思って。あ、マジでそんなレベル？ユーキャン？うん。あ、開けてないじゃん。昨日届いたの。このラグがちょっとじわるんだよな、会話のラグが。この教材マスターしてテスト受かれば資格もらえる。へえ、そうなんだ。でもなんか、まあ確かになんとか学の中であーちゃんが得意そうなのは心理学だと思う。一番まあ人のことをね、よく見てるっていうか、この人はああいう人とね、カウンセラーになれる。いいと思う。俺がおすすめのカウンセラーの映画見よう。なんか心理カウンセラーの話があるんだけど、うん、なんだっけな、グッドウィルハンティングだっけな、確か。どんなの？なんか不良素行少年がなんかどんな心理カウンセラーの話も受けないけど、一人のなんかおじちゃんの可愛い心理カウンセラーやって、その人に心を開くっていう。めっちゃいいね。寝たいね。むかつくな。めっちゃいいねが、めっちゃいいねってる。そういう存在になりたい。ああ、だよね。あーちゃんはみんなの太陽だから。まあ資格を持ってるっていうだけでね、なんか別になんなくても。説得力が欲しいだけ。うん。だからこの真面目な話してるのに音声アプリじわるからやめて。じゃあさ、うん、カスカスの声で話してみる？うん、じゃあ話してみるか。心理学今どんぐらい勉強してんの？最近？本当に？かわいそう。あーちゃん、あーちゃんのかわいい声が出なくなっちゃってかわいそうなんだ。まずは本読んだ。本読んだ。そこで臨床心理士っていうのにはなれないって気づいた。んー、なんで？学校を卒業しないと無理。でもこんないっぱいやる。でも心理学、心理カウンセラーにはなれる。そう、精神科にはなれない。精神科はちゃんと医大とか医療、うん、心理カウンセラーは相談相手みたいな。ああ、じゃあ心理カウンセラーいいんじゃない？まああーちゃんの精神の方がバグってる可能性あるけどね。バグってる人はそういう人の気持ちが理解しやすいから。そっかそっか、確かに。これって何？まあ、髪の毛に塗るやつ。
喋らない方がいい。ねえ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 パパ、これって髪の毛に塗るやつは？ヘアチョーク。あ、そう。え、塗りたい塗りたい。やっぱり少し喋ると痛くなってくる。あー、そうだよね。俺のおすすめはなんか薬局に売ってる龍角散の粉のやつ。パパ塗って、うん、パパ塗って、まあ愚直に喉スプレーとかをかまし続けるとか。デカフくんは前なんでこれになったんだって。あれね、なんかあれね、そうだ、動画でなんかサラリーマンパンダっていうキャラをやって、もうありえない声出してたの。もう椿鬼やっこ顔負けの声出してたのっていうキャラのっていう声のキャラの設定で、そっそれをきっかけになんか声がガチャガチャになっていって、それでも俺ご利用しして普通に話してたから、なんか悪化して、でなんか喉科に行ったら喉になんか白い傷がありますって言って、だから傷ついてる状態なんで喋らないでください、喋らなかったら治りますって言って、まあずっと結構節制して治ったって感じ。多分それだわ私も。うん、多分なんか白い傷があると思う喉に。白かった。あーちゃんも鏡で見た。ほんと？あー、はい、じゃあそれだ。うん、ね、なんか困るよね、こういうさ動画撮る職業なのにさ。まあ全員困るか、これって。困らない人はほぼいない。まあお大事にといったところですわ。でもなんか面白くて可愛いから、ちょっとちょっとしばらくそれも見てみたい気持ちもある。確かに、うん、炎上しなさそう打つの早くない？あーちゃんそれじゃあお大事に。ありがとうございます。バイバイ。